908年頃の駅舎ボルドー・サンジャン駅は、フランス南西部の都市、ボルドーの鉄道駅である。アキテーヌ地域県最大のターミナル駅。ボルドーにおいては単に、サンジャン駅と呼ばれる。スペインやアルカション1のほか、リヨン、トゥールーズ、なんと、ニースといった街とも結ばれている。ベルジュラック、ペリグー、アングレーム、アジャン、ポー、リブルヌ、ラ・ロッシェル、リモージュ、 コアティエなどの町々との間では列車が頻発している。サンジャン駅はパリのオステルリッツ駅から583.844キロポスト上に位置する。これは TGV で2時間ほどの距離である。また、ボルドーサンジャンマイナス、セットビル線、ボルドーサンジャンイルン線の起点ともなっている。シャルトル、ボルドーサンジャン線も乗り入れる。駅の高度は7メートルである。 ラマルヌ大通りの端に位置する駅は、ボルドー・セギュール駅の代替として、ミディ鉄道によって1855年に建設された。19世紀末の鉄道の飛躍的発展は、中央駅の建設をより大規模なものとした。工事は1800、まずはじめに到着ホールが1893年に建設され、続いて出発ホールが1897年に建設された。 建物全体は1898年に完成した。サンジャン駅は川の右岸にあったオルレアン駅の地位を犠牲にし、ボルドーの代表的な駅となった。1934年のミリ鉄道とパリオルレアン鉄道の合併は、オルレアン駅の終焉に決定的な調賞を鳴らした。また右岸にはバスティード駅の上流側にもう一つの駅も存在していた。ボルドーデシャン駅は、 国有鉄道の終着駅であった。よって、ボルドーには3つの鉄道会社が乗り入れていたのである。1954年には、ウガンにおける大規模な路線再編が行われた。出発ホールは2階建て分に建設された19世紀の広大なホールであり、巨大なガラス屋根によって照らされている。出発ホール内部には、ボルドーとセットを結んだミリ鉄道の路線網が、 書き込まれた巨大な地図が描かれている。しかし、1980年代の駅改修工事の際、この美しい地図は、二つの空間の間に通路を作る、ために切断された。切断された部分は、ピレネー山脈の3階と、9ミリ鉄道の山岳路線の大部分に対応する。プラットフォームを覆うトレインシェットの設計は、著名な義手ギュスターブ・エッフェルによるもので、彼はまた親方として、 ガロンル川に架かるエッフェル橋の建設工事を指揮した。この鉄橋は2008年まで使用されたが、現在は新たな4000の橋がその役割を果たしている。金属部分の構築はデデ・ピエ社によって行われた。駅舎とトレインシェットは1984年12月12日に歴史的記念物として登録された。壁に描かれたかつてのミディ鉄道の路線図。 ボルドーサンジャン駅の大屋根ガロンヌ川側駅の北側では通過時速が 30km に制限されていた2000のエッフェル橋がボルドーにおいてガロンヌ川を渡ることのできる唯一の鉄道橋であった。スノン分岐点までの他の区間は平面交差を含む2000であった。この全てが フランス北部を発着する列車による線路容量飽和状態をもたらすボトルネックであり、ボルドーの鉄道渋滞と呼ばれた。4線を備える新たな橋が RFF により建設された。このうちの2線が最高時速を 60km に制限して2008年5月11日日曜日に部分的に開通した。4線での最終的完成は2010年である。 所有者である RFF によって検討された休遽の取り壊しはユネスコによるボルドーの世界遺産登録を延期させる危険性を伴った。しかしながら RFF は団体に譲渡する準備があると表明した。文化省は2008年6月に新ギ入を1年間延期した。この年の間にこの建造物を維持するのにいくらかかるのか そして歴史的記念物に指定されるべきか否かを評価する研究が本格化した。いくつものプロジェクトがそのトラムや歩行者用の橋としての再利用や文化ギャラリーへの転換、ボルドーの入り口の象徴として垂直に配置するなどの案を提案した。その数々の家庭におけるコストは、公衆立ち入りの許可の有無によって1620万から2230万ユーロと試算された。 2008年6月、橋の両端部を分解することになった。これは隣接する新橋を開業させるために必要な工程であった。その結果、水面はすべて超えるが、両岸は結ばないという珍しい配置がもたらされた。2009年6月、歴史的記念物リストへ登録する条例が、ジロンド県知事によって署名された。この条例により、 以後の橋の解体は禁止された。今では2013年のヨーロッパ文化首都へ向けたボルドーの計画の一環として改修される3つの歴史的景観の一角を成している。鉄道の線路容量緩和を目指して行われる事業は、また、ボルドー部の宇宙駅をテルラ線網とトラムエ線の乗り換えを可能にするスノンの交通センターに移設した。この交通センターは2007年9月に運用。 開始した。2017年の LGV 南ヨーロッパ大西洋線の建設は、ボルドーパリ間の所要時間を2時間に短縮した。この路線のマドリード、リスボン方面への延長は、北ヨーロッパの国々と南ヨーロッパの国々の間の連絡を確固たるものとする。さらに、LGV ボルドー、トゥールーズ線は全区間をボルドーから1時間で結び、 ボルドーから地中海沿岸地域やローヌ川流域地域を結ぶ新たな連絡路を開くことになる。この高速鉄道路線は SNCF によれば現在800万人の年間旅客数を2000万人まで増加させることが可能である。サンジャン駅における TGV この距離はオルレアン・トゥール経由のものである。フランス国土地理院の測量データによる。 ドキュメンツジュデバーパブリックハットレポイントジュゴフェーブルル2009ユロオロンティックブースキュル2ありがとうございます